新年の初釣りからちょっと時間が空いちゃいましたけれども、寄せばいいのにまた霞に行ってね、バス&ブルーギルを狙って撃沈とかしてました。もういい加減諦めればいいのにね。今日は近所の川に来たんですけれども、ポツンポツンってね、ちっちゃい魚がライズしてるんで、まあ多分多い川だと思うんだけど、ひょっとしたらね違う魚かもしれない。正体確かめます。いつものこの20番のフライじゃまずフッキングしないと思うので、こんなちっちゃいんですよ、ライズしてるのが。これ30番。相当大きさ違いますよね。ちょっと GoPro じゃ映んないと思うけど、この30番これから頑張って結びます。頑張ってこれを結んでライズを狙いましょう。これがないとね、もうチペット通すのが無理。取って、本当にもう大変。はい、これで小さい魚と戦ってきます。どうかな、まだライズしてるというんだけど釣れるかな。こんなロケーションでやってみます。一頭で釣れた。あんな大い川でしたね。あれ、もっとちっちゃい魚がライズしてたと思ったんだけどな。もっとちっちゃいのもいたんだよな。はい、ありがとう。ちょっとせっかく30番結んだんで、ちっちゃいやつになります。ちっちゃいやつ。よっしゃ。うわ、むずい。なんなんだろう、あれ。やっと釣れた、やっと釣れたぞ。これは何だ、これは何なんだ。あなたは何ですか。正体分かりました。いやー、大井川、これ大井川だよね。やっと釣れた。これを釣りたかった。いやー、ちっちゃいな。すごい、写真撮るか。なかなか釣れなかったよね。このサイズですよ、このサイズ。これを釣るのは大変でしたよ。30番のフライを結んだ甲斐がありました。こっちでもライズしてるな。おお、こっちは。これはでかい。おお、わあ、ビッグワンですよ、ビッグワン。さっきのは今年生まれたんですね。これはもう何年経ってんだろう。これやっぱりちっちゃいのを釣りたくなっちゃうな。全然フッキングしないちっちゃいやつをちょっとメインに狙ってみましょう。ちっちゃいのもう一匹釣ろう。むずいね。これはむずいぜ。わあ、このちっちゃいのを釣るの面白いな。なかなりテクニカル。あんないい出方して、腰上がってきた。あのね、ボトムでね、なんか魚が平打ってんですよ。ボトムを狙ってみる、難しいと思うけど、フライ変えます。はい、これであのボトム狙ってみる。なんかボトムに謎の魚がね平打ってる。反応しないな。反応しない。魚いるんだけどね。船だろうな。
この釣りダメみたいだな。多分船だよね。反応しない。フライを変えてみる。ボトムでキラ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 、多分船だと思うんだよな。こんなちっちゃい船ね。小船がね、ボトムでヒラ打ってるんだけど、ダメだ。あれをフライで釣るのは相当難しいと見た。まあ、ガンダマつけてね、なんかアトラクターニンフでサイトフィッシングで一切反応する気配がない。ドライフライに戻してミニミニオイカと遊んだ方が楽しい。30番のドライフライに戻しました。またあのちっちゃいポツンポツンのライズと戦ってみようと思います。なんかムキになってもう一匹釣りたいよね。あのマイクロサイズね、あのちっちゃいやつと戦おうと思います。これはむずい。面白い。釣れねえのが面白いじゃねえか。あれは多分でかいわ。意地になっちゃうね。もうすれちゃったか。すれちゃったね。ああくっす。ああ。おいかな。ちょっと大きかったね。中くらいサイズですね。極小サイズを釣りたかったんだ。釣れるのはでかいんだな、やっぱりな。なんか意地になっちゃうな。あの、マイクロサイズを釣りたい。一匹しか釣りてないで、ね、このサイズは釣りやすいですね。マイクロサイズを狙いましょう。あそこでもライズした。あれ、あれ、あれ、あのちっちゃいのを釣りたい。あのちっちゃいのを釣りたい。もう見えねえな。むずい。あれ腹筋がしないよな。むずい。ちょっと引っ張って誘った方がいいな。あれは無理か。あのちっちゃいのは。むずい。腹筋もしない。やっぱ難しいですね、あの極小サイズの。相当バイトはしてるんですけどね。ああライズしてる。おちびちゃん、うわちっちゃいよね。あれを釣るのは至難の技か。ああもうフライが見えない。あれはでかいのかな。くそ。面白いね。釣れないのが面白いじゃねえかよ。釣れるのはでかいんだな。釣れるのはでかいんだな。釣れるのはでかいんですね。でもこれもだいぶ擦れてきたよね。よしと。くそ。おちびちゃん。こんなちっちゃいのライズしてんだけど、やっぱりあれは難しい。ああ、まだ、ああ、ほらほら。映ったかな、カメラに。あれあれ。これくらいのね、一匹釣れたあのね、これくらいのやつでライズしてんだけどね。バイトも一番多いんだけど、あれが、ほんと釣れない。釣れないというか、フッキングしないですよね。おのれ。おのれ、極小イカ。あ、ほら、すぐそこでライズしてんだけどね。ほら、あれ、あれ、あれ。クソ、挑発的にライズしてやがるぜ。もう暗くなってフライが見えない。今のは2センチもなかったんじゃないか。バイトはすんげえあるのにな。
結構熱くなっちゃいますね。内図してるからやめらんないというね、バイトがあるからやめらんないというね。キムシね、バイトはすんげえあるな。あー取れた、あーやべやべ。あーダメか、これが常識的に釣れる限界さ。やっぱり奇跡だったね、あのね 2センチぐらいのやつが釣れたのはね。1匹のマイクロサイズは奇跡のフッキングでしたね。やっぱこのサイズじゃないとフッキングしないよな。もうバイトはすんごいあるんですけどね、フッキングするとこのサイズですね。なんか意地になってちっちゃいのを釣りたくなっちゃうんですけど、まあなんだろう、フライの構造を少し考えた方がいいのかな。同じ30番でもね、悪そうライズしてんな。すんげえライズしてんな。もうちょっと あなたはお帰りいただいて。はい、ライズしてるからね、もうフライも見えないんですけどね。ほとんど勘で合わせてんですけど、すごいライズしてる。あの数的にはね、フッキングしないちっちゃいのが圧倒的に多いんですよ。たまにでかいのがいるんですけどね。ライズしてんのが憎たらしいよな。おのれおのれおのれ、マイクロイカは。フッキングしないか。これイブニングライズですね。おのれもうワンキャストワンバイトあるんですけどね。これは吹き虫ないぜ。ワンキャストワンバイトっていうのは景気いいですな。うわー、これイブニングライズですわ。おー、あれ今のは惜しかったな。あれ吹き虫ないか。ばっくり食った気がしたんだけどな。これはイブニングライズですね。あバイトがあるからやめらんないというね。もう暗くてフライもほとんど見えないんですけど、バイトがあるからやめらんないじゃないですか。イブニングライズの30番っていうのはもう私のポンコツの視力では無理ですね。これあのもうドラグかけて水面を波立たせてフライの位置をね把握してます。でもウェットフライ的な釣り方になってますけど、一匹釣らせてくれよ、こんなこんなにライズしてて。ワンキャストワンバイトは楽しめてますよ。もういい加減見えない。うわ、引っ張ってま、引っ張って水面の波紋、あの V 字の引き波で、うわこれで吹き虫しないんだもんな。あのウェットフライ的に今釣ってますね。あ、吹き虫だ、吹き虫だ、吹き虫だけどやっぱり案外でかいな。釣れるやつはでかいんだな。これで終わりにするか。もうだいぶ暗くなって、釣れるやつは大きいサイズと、でかいやつは吹き虫するんですね。この今でもライズしてんですけど、ほとんどがもうこれくらいのこれくらいのやつがライズしてて、釣れるのはこのサイズですね。30番のフライをせっかく結んだんで、向きになってちっちゃいやつを狙ったけど、ちっちゃいのは1匹だけでしたね。釣れるのはこのサイズと。さあこれくらいにするか。もういい加減暗くて見えなくなってきた。暑くなっちゃいました。寒いのにもう水面でこんなバシバシ釣れるというすごいお魚です。まだライズしてるけどキリがないんで。同じ30番のフライでももう少しなんか構造考えればフッキングが良くなるかもね。ちょっとまたフライパターンを工夫してですね、あのまたリベンジするか。でも1匹釣れたからね、あのちっちゃいの。はい、なんかマイクロオイカは案外楽しいという。はい、じゃあどうも。そろそろ撤収します。いやー暑くなったぜ。ここでバシバシやっててもライズしてるね。
これ昼間だったらね、プサーっていなくなるけど、さすがイブニングライズですね。あのね、フナもいたんですよ、フナも。フナなんとか釣れねえかな。餌、今度餌釣りでやってみようかな。多分もう危なだと思うんですけどね。ボトムでヒラ打ってるのが見えました。いやー、寒いけど暑くなっちゃいました。帰ろう。あいつしてますね。及川は目がいいよね。帰りましょう。